ドローン、戦場に到着しました。現在、月の輪のデータはまだ完全ではありません。特定の敵を再現したい場合、指定の模擬フィールドで敵たちが残した痕跡を集める必要。月の輪に保存されているのは遭遇したことのある敵です。もう一度勝利することはあなたですが、気をつけてください。模擬装置での戦闘とはいえ、戦闘中に怪我をしてしまったら、実戦と同じように大変な思いをしますから。その通りです。それに、失敗すると最初からやり直すことになります。わかった。敵を一気に倒せばいいんだよね。ですが、敵がどれくらい、どんだけ来ても、全部うちが倒す。いいですね。その調子で頑張りましょう。001件、偵察ユニットの状態を確認。行動開始。行動開始。先輩。こいつは最初の擬態怪物だったよね。ここまで再現できるとは、天命の技術はやっぱり。そいつ、先輩に擬態した怪物を再現したんかな。それとも擬態怪物を再現してから先輩に擬態してもらったんかな。擬態怪物がどう擬態を実現させたのか。月の輪は、ですから、単にアニムスと命名された敵を再現した。なるほど。警戒を維持。分かった。戦場は職場と。貫通。私の指示に従う。沈黙。0019。了解。大丈夫。全開。はい。Thank you.
動力には自信があります。うん、今行きます。この怪物、名前は女帝だったよね。その名前、また先輩が考えたんやろ。先輩は従者を召喚する。確か敵には石化させ。能力が分かったなら戦いやすいね。始めようか。第三小隊の先輩は月野は。ヒミドちゃん、僕がフォローするよ。
この嫌な男や。今回も思い切り殴るで。隊長からこの男に関する噂をいろいろ聞いたけど、再現されたデータならそんなに怖くない気がする。データ収集はほとんど完了しました。今から理想的限界量、これは最後の敵であり最も危険な敵でもあります。理想的限界領域。あ、はい、やろう親友。収集されたデータをこのチップに保存しました。チップを月の輪にはめ込むといつでも理想的限界領域を使えます。え、チップがあればあのなんとか領域を使えるんや。簡単すぎへん？前回みたいに月の輪が眩しい光を放つかと思ったんやけど。メモしておきましょう。今度の企画で使えるかもしれません。隊長、何か考え事ですか？見た目は素朴ですが、機能は実用的ですから。理想的限界領域の使い方をマスターすれば、私たちの戦闘もかなり楽になると思います。この模擬作戦システムは今後も使えるんかな？もちろんです。しかもデータが十分になった今なら完全再現機能も解放され、より多くの敵と戦えます。やった！これでいちいち子羊ちゃんを探さんでもええな。論理的な説明はここまで。あとは実践を通して理解してください。わかったよ隊長。先輩はアラハトをプレイしたことは面白いですよ。はい、隊長。今行きます。
ブローニャ、戦場に到着しました。加勢する。駆けつけるよ。貫通。
僕たちのコンビネーションを見せてやろう。私の指示に従ってドクロに地球全武装展開、目標沈黙、ブローニャ、戦場に到着しました。戦場に到着しました。